ハリドクリバリンは、フランスサンディエイコールデイコールボー出身のサッカー選手。セリエ SSC ナポリ所属。セネガル代表。ポジションはディフェンダー。2010年、FC メスのユースチームからトップチームへ昇格し、リーグドゥでプロデビューを果たす。2012年夏、ジュピラーリーグの KRC ヘンクへ移籍。2012から2013シーズンは、 ベルギーカップ優勝を経験した。2014年7月、セリエ A の SSC ナポリへ5年契約で移籍。1年目から CB のレギュラーに定着し、リーグ戦27試合、公式戦通算で計39試合に出場した。2015から16シーズンも、レギュラーとして公式戦、通算42試合、プレイ時間にして3676分の出場を記録。 2016年夏には、チェルシー FC からの移籍金5800万ユーロとも、いわれる移籍オファーがたびたび報じられ、代理人を通じたクリバリの移籍希望発言も出たが、最終的には、ナポリに残留した。2017から2018年、ユベントスと優勝を争う中での直接対決で、決勝ゴールを決めて、勝利に貢献し、 主優ベントスとの勝ち点を一差とすることに貢献した。年代別のフランス代表として 2011FIFAU-20 ワールドカップやトゥーロン国際大会に出場した経験を持っていたが2015年9月にセネガル代表としてプレーすることを決断した。2015年9月5日のナミビア戦にてセネガル代表デビュー。セネガル人の両親との間にフランスにて生まれた。 セネガル代表を選択した際には、第二の選択肢としてではなく、ハートで選んだと語った。もともとは、守備的ミッドフィールダーであるが、センターバックとしてプレーする。身長187センチメートルと、大柄な体格を生かした、コンタクトプレーとスピードを持ち味とする。ナポリン席後は、継続的に出場機会が与えられるなど、プレーの質も安定している。 ありがとうございます。